最高の試合をありがとうトラウトに日本からも感謝の声が殺到ワールドベースボールクラシック WBC 米国代表トラウトの言動や振る舞いに日本のファンからも感動の声エンゼルスのマイク・トラウト外野手は第5回ワールドベースボールクラシック WBC でアメリカ代表の主将として野球日本代表侍ジャパン大谷翔平と決勝で激闘を繰り広げた。 自身のインスタグラムで WBC を振り返り周囲への感謝の思いを綴ると海を越えて日本のファンからもねぎらいのコメントが殺到したトラウトはこの数週間が僕にとってどんな意味を持っていたのか言葉でまとめるのは難しいでも「愛する国を代表して試合をしたことが最高に楽しかった」胸に「USA」の文字が刻まれたユニフォームを着ることにプライドを持っていたし その誇りを大会を通じて今回示すことができていたと願いたい。僕たちは全力を尽くしたと準優勝に胸を張った。さらに、チームメイトやコーチたち、家族、そして世界中の素晴らしいファンの皆さんに心から感謝したい。大会を通して熱気が刺激的だったし、そのおかげで今回の WBC は僕にとって常に大事にする瞬間になった。皆さんのキャプテンになることができて光栄だったと綴った。この投稿に、 米メ,メディアもすぐに反応米野球専門メディアである MLB ネットワークは史上最高。米メ,メディア、トーキンベースボールは「君たちは我々に賞を見せてくれた。次の大会が待ち遠しいよ」とコメント。元エンゼルス同僚でフィリーズのブランドン・マーシュ外野手が両手を挙げる絵文字を送るなど反響を呼んでいる。日本語のコメントも殺到している。「トラウト、最高の試合を本当にありがとう。 愛してるぜトラウト自分は日本人だけどどちらが勝ってもおかしくない決勝でした本当に感動をありがとうございましたあなたの野球の取り組み姿勢人としての言動や振る舞いはさらなる感動を生みましたあなたがキャプテンでいてくれたから大会がここまで盛り上がり感動を与え大谷さんとの映画のような対決が実現し 日米両国にドキドキワクワクする瞬間を感じさせてくれたと思っています」などと感謝する声が相次いだまたマイク・トラウトの妻ジェシカさんが自身のインスタグラムを更新首相としてアメリカを力強くけん引した夫を愛のある言葉でねぎらった WBC を振り返る動画とともにこの数週間は私たちが決して忘れることができない思い出になりました今までも言ったけど もう一度言います今までの野球の日々で一番楽しかった国のためにプレーし応援している時の気持ち私の夫とチーム USA の素晴らしい選手スタッフたちを誇りに思いますと投稿し偉大なチームをけん引した夫とチームメートを称えた代表チームの選手の家族とも交流を深め素晴らしい妻たちと彼らのかわいい子供たち 再会して一緒の時間を過ごせたことも言うまでもありません。本当に素晴らしい経験でした。と、振り返った。トラウトと大谷はエンゼルスに戻り、共にシーズンを戦う。2023年シーズンが始まります。頑張れ、エンゼルス。と、天使の絵文字付きでエールを送った。夫トラウトへの愛、アメリカ代表チームへの敬意。 そして所属チームであるエンゼルスへの思いが込められた投稿にコメント欄では米国のファンから賞賛のコメントが集まったあなたの夫を私たちの国のキャプテンとして誇りに思う決勝戦はどちらが勝ってもおかしくない試合でした素晴らしい大会になりました感動をありがとうなどと賞賛が並んだ日本からも決勝戦のドラマティックな対決感動しました 翔平の素晴らしいチームメイトでいてくれてありがとう。あなたの家族は本当に美しい。トラウトマジでかっこよかった。シーズンも変わらず応援してます。日本よりとの声が寄せられていたジェシカさんは小学校の教師で2017年に長年交際していたトラウトと結婚。2020年に第1子のベッカムくんが誕生している。